小倉唯のルイルーム。皆さんこんばんルーム、小倉唯です。小倉唯のゆいルームがスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろぐような感じでゆるりとお届けしていくラジオです。今夜で103回目の放送となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、実はサプライズでゼクスのイベントに、登壇させていただきまして、そこでちょっとね新しい新情報が発表されました。というのもですね、アニメゼクスコードリユニオンで、私は鏡原あずみ役で出演させていただくんですけども、そちらの作品 のオープニングテーマをね、なんと歌わせていただくことが決定しました。はい、でこの曲がですね、以前の、ライブツアーのファイナルとかでも発表してたあげまつさんの楽曲の10枚目のシングルになる予定ですので、皆さんぜひ今からどの歌になるのか、そしてどのね作品になるのか楽しみにしていただければいいなと思います。そんなわけで、まあ季節は梅雨ですが、皆さんどうですか。なんか私最近毎日思うのが、天気予報をね、私普段はあんまチェックしないんですけど、さすがにこの時期は朝起きたらちゃんと見るんですよ。あと家出る前とかにね。で一応そのアプリとかで、あと iPhone にもともと備わってる天気予報とかで一応複数チェックして、雨どんな感じかなって見て、家をちゃんと出るんですけど、ちょっとそこで物申したいのが、なんかあのアプリのさ天気予報ってなんかしれっと変わってない？一日のうち。なんか、あれどうなの？と思って、朝見た時は、まあ、夜 30% とか、まあ、ギリギリ曇りかなみたいな、今日一日持ちこたえてくれんのかなみたいな、こう期待させるような予報だったのに、なんか家出てから昼頃見ると、なんかしれっと夕方頃に雨マークになってて、降水確率上がってて、上がってるやんみたいな感じで、なんかいつも突っ込みながら見てるんですけど、だからまあ、これは時期的にもうしょうがないのかもしんないけど、なんかね、個人的にはこう、あらゆる可能性を、なんかこうね、込めていただけたら嬉しいななんて思いつつ、まあこの時期ほんとね、わからないですから、天気の行方も。だから一応ね、折りたたみ傘で、まあ、日傘にもなるような、雨の日と晴れの日、兼用のね、傘を持ち歩くようにしてるんですけど、やっぱ靴とか、濡れちゃうから、やっぱね、雨が降るのかどうか、ってとこだけでもちょっと知りたいんですけどね。なかなかだから天気予報が最近信用できなくて、やっぱり自分の勘で行くしかないなみたいなところに行き着いてね。まあそんな感じで毎日過ごしておりますが、まあね、早く梅雨明けて暖かくなるといいですよね。はい、そのわけでそろそろ参りましょうか。小倉唯のゆいルーム、皆さん今日も最後までくつろいでいってくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉唯衣サードアルバム、白く咲く花、永遠少年や初の CD 化となるブランニューロードに加え、アップルガールなど新曲9曲を含む全13曲を収録。小倉唯衣ホップステップアップル発売中。その声もこの夢も重ね合おう。宮野真守ニューシングルアンコール発売中。アニメ早急のファクナーザ・ビヨンド、オープニングテーマザ・ビヨンドが発売。カップリングには早急のファクナーシリーズ全体をイメージした楽曲、私はそこにいますかを収録。アンジェラニューシングルザ・ビヨンド発売中。改めまして、こんばんルーム、小倉唯です。では皆さんから届いたお便りをご紹介していきましょう。
あ、そう、その前にちょっと一つ言いたいことがあったんだ、みんなに。あのですね、ちょっと前に100回記念突破のね、登録を行った時にですね、リスナーさんが結構いらしてくださってたんですけど、そこでね、みんなお便り送ってくれてますかって質問した時に、もうまさかのね、衝撃の事実だったんですけど、もう会場にいる中でもう数人しか手を挙げないっていう非常事態が発覚しまして、まあ、そこで私がカツを入れたところ、なんと、急にお便りが増えました。いや、みんな単純かっていう話ですよ。めっちゃ素直でね、ほんといいリスナーさんですね。はい、お便り送りましょう。まあでもそのおかげですごいね、幅が増えて、この番組的にありがたい限りなんですけどもね。いや、ほんとみんながわかりやすすぎてね、ちょっと笑っちゃいましたよ、挑戦の時に。こんなに変わるものかと思ってね。まじ、そんな中から、厳選したお便りを紹介していきたいと思いますが。まずはルームネームゆずきさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんルーム。こんばんルーム、お邪魔します。先日、小倉ゆいかけるアナスイのお財布が届きました。私は今年14歳になったので若ーい。ピチピチ、そのお祝いで、両親に買ってもらいました。初めて両親に買ってもらったお財布が大好きなゆいちゃんプロデュースのお財布で、とっても嬉しかったです。ライブで見た時も可愛いなぁと思っていたお財布が、今自分の手元にあるので笑顔が止まりません。大切に使いますとのことで、はぁ、なんか涙が出そうな、なんていいお便りなんでしょう。はぁ、ね、ご両親に買ってもらったっていうことで、しかも初めてね。いや、なんかそんなアニバーサリーなお財布にこう私の名前が刻んだったりとかするのは、すごく私としても光栄なことですが、こんな風に大事に使ってもらえてるのはすごい個人的にも嬉しいですし、あとこのね、アナスイのコラボアイテム、お財布もね、結構そうなんですけど、バッグも結構みんな届いたよ、使ってるよって言ってくださってる方が多くて、結構実用的に作ったのもあるので、こういう子は使いやすいなとか言ってもらえるとすごく嬉しくて、はい、ぜひね、ゆずきさんもたくさん使ってくださいね。ルームネーム輝きさんからいただきました。ゆいちゃん、こんばんルーム。ライブの時に一目惚れして購入させていただいたゆいちゃんとアナスイとのコラボアイテム、ストライプショルダーバッグがついに届きました。早速出かけた時に使ってみましたが、デザイン、サイズ感ともに大満足の出来でした。バッグの裏側や中にポケットがいくつもついていたり、フラップや、すごい詳しいですね、このなんか単語、フラップやバッグの底と負荷がかかりやすいところに革が使われていたりなど、細かな部分に気配りが感じられました。またデザインもシンプルかつ高級感があり、いろいろなコーデに合わせられそうなので楽しみが広がります。これからも大事にたくさん使わせていただきます。ありがとうございました、ということで、いや、こちらこそ、なんかこう完璧な、なんて言うんですか、このすごい商品をよくこうなんか良さが詰まって、なんて言うんですか、このプレゼンテーション力っていうか、素晴らしい、このお便りに助けられて、はい、もうなんか今このバッグの良さが全部輝きさんのおかげで話せだと思うんで、はい、あとはもう割愛したいと思います。ありがとうございます。ぜひね、ほんと使いやすいのでたくさん使ってもらえたら嬉しいなと思います。して続いてはルームネームエンドウ豆さんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんルーム。こんばんルーム、お邪魔します。ゆいちゃんのファンクラブ、ゆいゆいカンパニーの開放誌第2号が届きました。私は地方住まいで土日休みでもないので、なかなかイベントに参加できませんが、ファンクラブの開放誌にイベントレポートがたくさん載っているのがとても嬉しいです。普段は目にすることができない社長の活躍が伝わる社内報告書になっていると思います。新しい体制になってどういう活動が展開されるのか楽しみにしています、というわけで、こちら社員の方からいただいたお便りありがとうございました。そうですね、開放誌もライブ終わって、第2号が、ちょっとお待たせしましたっていう感じで皆さんに届いたようで、他にもいろいろ感想なんかもいただきましたが、確かにイベントって社員の方全員がね参加できるわけじゃないと思うんで、私も振り返って、この間昨年あったね社員
演奏会のこととか思い出してすごい楽しい思い出がいっぱいできたなーって思ってね、私自身もすごく振り返られて楽しかったし、ライブとかではねキャラソンとかも披露できたから、すごく本当に思い出がギュッと詰まった、なんかそんなね解放誌になったんじゃないかなって思いますね。あと今後ね新しい体制っていうのがもうご存知の方も多いと思うんですけど、実はゆいカンパニーがですね、ゆいずカンパニーっていう風にね社名変更されることになりまして、まあ、詳しい事情は私のブログとかでも書いてあるんで、そちらを読んでいただければと思うんですけども、まあそんな感じでこう会社としてもね新しい体制になっていくってところで、これからどんなね展開がされていくのか、ますますねこう社内っていうかうちの会社をね盛り上げていけるように社長も頑張りますんで、社員の皆さんぜひ移管の手続きなんかも忘れずにしていただけると社長嬉しいので、はい、よろしくお願いいたします。お楽しみに。そして続いてルームネームつむじさんからいただきました、ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム。この前かくまえさんが出演されているラジオを聞いたところ、かくまさんがゆいちゃんのライブに行ってきたとの内容で感想を話されていました。その内容がとにかく可愛いという内容で、とにかくベタ褒め、ベタ褒め言いにくい、ベタ褒めされていました。共演されている大西沙織さんも、ゆいちゃんってほんと完璧だよねと話されていて、好きな声優さんお二人がゆいちゃんのことをめちゃくちゃ褒めてくださってて、なんだか自分のことに嬉しかったです。同業の方やいろんな業界の方からも名前を聞くゆいちゃん、さすがだなって思います。これからも応援してます、ということでありがとうございます。あ、本当ですか？私聞けてなかったからすごい気になるこの番組、嬉しいですね。そう、愛さんはねライブに遊びに来てくださって、で、サーリンも、あれなんです。ライブ終わった後にみんなでご飯に行ったんですよ。アイさんとか、サーリンとか、あと、チャニナもいたかな、あと、タカミナもいたかな、そのメンバーでみんなで行ってきて、そこでもね、ライブの感想をね、聞けたりして、やっぱ、こう、同業のね、子たちに見られるのってすごい嬉しいけど、すごい恥ずかしくもあって、やっぱり、スタジオの時と全然違うから、ほんと恥ずかしいんですよ。だから、なんかこういう、こう褒めてくれるのもすごい嬉しい気持ちと、ほんと恥ずかしい気持ちでね、なんか、どっちが勝るのかなっていう感じではあるんですけど、でもやっぱり、こういう感想とかね、こう、ラジオとか流してくれてるの聞くと、私も嬉しいなって思うし、ねえ、なんて受けたらいいんだろう。そうそう、まあ、ちょっとまたご飯に行ってね、このことも話したいと思います。ラジオに、メール来てたよってこともね、言いたいと思いますんで、はい、お知らせしてくれてありがとうございました。ルームネーム、ドロップさんからいただきました。ゆいちゃん、こんばんルーム、こんばんルーム、お邪魔します。ライブ、ステップアップルから、早くも1ヶ月ですが、この前グッズのピーナッツバターを完食。濃厚なピーナッツに苦戦しましたが、砂糖を増して解決してました。へえ。それで空き瓶は綺麗にしてライブの銀テープを入れてグッズとして保管しましたよ。頭いい。ゆいちゃんはピーナッツバター完食されましたか？それではお邪魔しました、とのことで、メールいただきました、ありがとうございます。やばい、ピーナッツバター忘れてた。これみんなも絶対食べてないでしょ。ちょっと早く食べて、腐らせちゃうという多分これねえ、腐らせる前に早く食べましょう。なんか前もね、いちごジャムを、ファーストライブかな、出した時があったんですけど、やっぱファンの方がね、もったいないっていう理由でなんか食べれない方結構いらっしゃったみたいで。いや、もう早く食べましょうね。ああいうのはね、意外と賞味期限がね、迫ってくるものなんで。そう、今年も思ったけど、このピーナッツバターが、なんかね、すごい、いい素材でできてるんですよ、確か。千葉県産の、なんか、有機ピーナッツだったかな、んかすごい、とにかくいい、ピーナッツからできてるから、多分そのあれで、こう、加工品とかが入ってないから、ピーナッツが、なんていうの、すごい、ほんと、ドロドロなの。ドロドロなのっていうか、ほんと、濃厚？なんか、べったりとしてて、私もこれ思いました。だから、お砂糖増して解決っていうのが、お砂糖増すともうちょっと、サラサラするってことなんですかね。そう、なんか私もね、そう、すごい、だから食べるのね、皆さんももしかしたら苦戦しちゃうかもしれないんですけど、まあどうにかこうにか頑張って食べていただければと思います。なんか蜂蜜とかと混ぜても良さそうですね。ちょっと甘くなりそうだけど、もしこう食べにくい場合は、なんかそんな感じで皆さんどうにか頑張って食べきってください。はい、よろしくお願いします。
ルームネーム松風さんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム。6月に入りとうとう梅雨入りしましたね。雨が降ると濡れたり髪の毛がぺちゃんこになったりと嫌だと思っている人も多いと思いますが、私にとって実はすごく嬉しいのです。それはなぜかというと、天敵である花粉が消えるからです。花粉症とはかれこれ20年来の付き合いで、4月から梅雨入りする6月半までに本当泣かされてしまいますが、梅雨入りするとパッと消えるのです。だから私にとっては梅雨入りの季節が待ち遠しい時期なんです。ゆいちゃんはこの時期の花粉がきついみたいですが、雨の多いこの時期、そして雨は好きでしょうか？ぜひ聞いてみたいです、とのことでいただきました。ありがとうございます。羨ましいですね。私はちょっと前のラジオでも話したかもしれないんですけど、本当この時期の花粉がすごくて、あの鴨ヶ谷って言うんでしたっけ、なんかそういうイネ科だったかな、なんかあのあるんですけど、そのね数値が異様に高くて、だから未だに本当毎日のようにアレルギーの薬を飲まないと、もうくしゃみとか鼻水とかで大変になっちゃうから本当に嫌なんですけどね。この時期に消えるっていうのいいですね。あと私は秋になってもね、またブタクサとか、まあ、夏かぐらいからもう始まっちゃうんで、ほんと一年中花粉症だから、どうにか頑張ってあのね、未来ある若者たちにあの花粉症の薬を開発してほしいなってほんと願ってるんですけどね。うん。そして雨は好きですかっていうことなんですけど、あんまり好きとは言えないですね。まあ、強いて言うなら乾燥しないってことぐらいかな。喉にこういいし、お肌にもいいし、でも髪はうねるしね、服もなんかびしゃびしゃになるし、この間なんてね、あのやっぱ雨の日って雨に濡れてもいい服とかファッションをしてるとまだちょっとモチベーション上がるじゃないですか。で、万全の服装で、あの出かけたんです私は。で、まあ、これならね、雨風しのげていいかなって思って、あの、まあ、割と快適に過ごしてたんですけど、たまたまその日の現場で一緒になったね、あの、あやねる、さくらあやね氏から、なんか今日のちゃんゆい水族館の飼育員みたいだよねって言われて、でも確かに思い返してみれば、なんて言うんだろう、と上がね、こうシャカシャカした生地の、なんていうの、フードがついた、ちょっとスウェットっぽいダボっとした、こうトップスに、下がこう、ストレッチ素材の効いたピタッとしたパンツを履いてて、そこに、こうちょっと長靴っぽい靴を合わせたから、確かにこれからイルカのショーでも始めるのかな、みたいな飼育員に、もう自分でも見えてきて、ちょっともうこのファッションはやめようって、ちょっと誓ったばっかりなんですよ。そう、アヤネルもよく思いついたな、みたいなね。もうさすがだなって思ったんですけど。まあだからなかなかこうファッションに落とし入れるのも難しかったりしてね。はぁ、まあでも、まあ雨、この時期を乗り越えたらね、もうすぐ暖かくなって、ね、夏になると思うので、頑張って乗り切りたいと思います。というわけでここまでとなります。今後もどしどしお便り送ってきてください。ではここで一曲お届けしましょう。今日はリクエストメールをご紹介したいと思います。ルームネーム佐藤あきびさんからいただきました。ゆいちゃんこんばんルーム。私は今資格試験に向けて勉強。小倉ゆいのゆいルームアプリルーム。こちらはリスナーの皆さんから便利なアプリや面白いアプリの情報を教えてもらうコーナーです。では早速紹介していきましょう。ルームネームもみ太郎さんからいただきました。ゆいちゃんは天気が悪くなったら頭痛がしたり体調が悪くなることはありませんか？そんな時には頭痛るです。気圧変化の予報をグラフで教えてくれるアプリで、急激な気圧変化がいつ頃来るかを事前に知ることができるので、事前に痛み止めを飲むなどの対策を取りやすくなります。気象病に悩む私には必須のアプリです。というわけでいただきました。私このアプリは全然知らなかったんですけど、今はいろんな本当にアプリがあるんですね。ちなみにこの頭痛るの頭痛で言うと、私はあのかなりの頭痛持ちなんですよ実は。で、まあ、偏頭痛も持ってますし、なんなら今も頭痛がしてます。でもなんかなんて言うんだろう、もうずっと頭痛してるんですよ私。本当にだからね、頭痛がない時のが逆になんかあのあまりないなってぐらい、基本的になんか
まあ、自分が頭痛からできてんのかなって思うぐらい、もうなんか頭痛の塊なんで、もはや気にもしてないっていう感じだったんですけど、でもやっぱ片頭痛は結構辛いですね。一回始まるともうね、ずっと長い時間もうギューって痛くてね、こう脈打つような痛みとか、吐き気とか来るじゃないですか。でもなんかそういう時はもう前兆があったりするんで、こうあくび出るとか、そういう時にこう飲み薬飲んだりするんですけど、まあでも確かにこの時期は特に気圧変化とか起きやすいですから、こう気圧で頭痛が起こるっていうのが分かってる方は、まあそういうのいいのかもしれないですね。うん、私はなんでこんな頭痛がずっとあるのか分かんないんですけど、まあ多分大丈夫だと思います。まあそんなわけで、じゃあ今日は頭痛量ね、ちょっと開いていきたいと思います。あ、すごいなんかアイコンって言うんですか、犬のテルテル坊主みたいな感じで、すごく可愛らしいアイコンですね。はい、あ、今ちょっと開きました。気圧グラフで痛みの発生を予報、全国マップで気圧予報と気圧天気予報を、あ、天気予報もチェックできるんだ。で、痛みと薬を簡単に記録、痛みノートで傾向をチェック、地点登録しなきゃいけないんだけど、地点登録、東京都、ここ何区ですか、港区、港区、 OK、 なんか港区に登録しちゃったけど、いいのかな。私のこれから頭痛量の情報は基本港区合わせになっちゃったんだけど。画面の説明、なんか、なんかわかりそう、OK、あー、なんかちょっとグラフみたいになってて、いろいろ操作ができるみたいですね。で、今日のちなみに予報、全然見方がわかんない、あ、これかな、全国マップ、あ、これを見たらわかりやすい、東京、爆弾マークがついてますね。警戒ってなってますね。で、あー、でも西日本の方がもっとね、爆弾マークの色が違って超警戒ってなってますね。もう一回グラフに戻って、あ、ちゃんと1日のうちにグラフで時間がかなり細かく分かれてますね。だからこの時間に頭痛が起きたとかを記録できるようになってるのかな。あ、天気予報がかなり分かりやすいのがいいですね。何時から何時っていうのが結構、あ、なるほどなるほど、ちょっと分かってきた。ですね、ほんと時間帯によってその気圧の変動で注意しなきゃいけないところは、グラフのとこに色がついてますね。この時間帯は警戒とか注意とか、まあ、通常だよみたいな。だから本当に一日の流れの中で危険な時間帯っていうのをすごく明確に分かりやすい感じでしょうか。まあでもこればっかりはちょっと何日か記録つけてみないと分かんない感じですね。まあでもぜひ頭痛に悩まされてる方とかはね、一回も物は試しって感じで登録してみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに私はもう頭痛持ちはかれこれ長い付き合いなので、もう現世では諦めてますんで、来世に行きたいって感じです。というわけでここまでとなります。引き続きアプリの情報をお待ちしています。以上、アプリルームでした。ニナとおもり初のミュージッククリップ集ができました。デビュー曲夢のつぼみからキャッチザレインボーまでのミュージッククリップ全10曲のほか、メイキング映像など特典も盛りだくさん。祈りみなせミュージッククリップボックス6月26日発売。高橋陽子です。新曲赤き月に加え、エヴァンゲリオンの関係楽曲を収録したミニアルバムが発売されました。高橋陽子エヴァンゲリオンエクストリーム発売中。堀江由衣です。10枚目のアルバム文学少女の歌集が発売決定。シングル Stay With Me やアシンメトリーに加え、新曲もたっぷり収録。堀江由衣ニューアルバム文学少女の歌集、7月10日発売。してきました、小倉優衣のゆいルーム、ホープフルデイズを聞きながらエンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りを募集しています。各コーナー宛て楽曲のリクエストなどどんどん送ってきてください。おはがきの場合は郵便番号 105-8000 に
文化放送小倉優衣のゆいルームそれぞれの係まで。メールでもお待ちしています。アドレスはゆいルームjoqworld.net です。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。住所氏名の記入を忘れないようにしてください。たくさんのお便りお待ちしています。ではここで私からのお知らせです。小倉優衣ライブ2019ステップアップルブルーレイ &DVD が8月7日に発売されます。先月幕張メッセイベントホールにて行った小倉優衣ライブツアー2019ステップアップルのツアーファイナルの模様に加え、ツアーのメイキング映像も収録していますよ。さらにこちらのブルーレイ &DVD の発売を記念しまして、私の誕生日8月15日に小倉優衣ライブ2019ステップアップル発売記念イベントも開催します。対象店舗にてご予約いただいた方にイベント応募シリアルチラシをお渡しします。応募締め切りは6月20日となっているのでお忘れなく。詳しい応募方法は小倉優衣公式ホームページをご確認ください。そして小倉優衣10枚目となるシングルの制作が決定しました。こちらのシングルは私も出演するアニメゼクスコードリユニオンのオープニングテーマにも決定しています。詳しくは続報をお待ちください。さて第103回の放送でしたが、まあ、今日は散々ね梅雨でジメジメみたいな話してましたけど、まあこの時期あれですね、やっぱジメジメしてるとカビとか繁殖しやすいですから、みんなさんも気をつけた方がいいですよ本当に。あと菌とかもなんか発生しやすそうじゃないですか。なんかみんなね多分こうお部屋とかもね清潔に保っていただいて、あの菌の発生とかカビとかに気をつけていただいて、はい、清潔にしてください。というわけで今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は小倉優衣でした。またゆいの部屋に遊びに来てください。 FM916 AM1134 文化放送です。超 A&G プラスにて月曜から金曜夜8時から9時まで、女性声優5人による1時間の生放送5スターズ。月曜日の担当黒沢智代です。大学1年生だったのに学生生活終了、ホコホコしていたのに時々アダルトに。月曜の夜は一緒に過ごそう。全世界900万人が体験、実物大の恐竜が走り吠え戦う世界最大の恐竜ライブがこの夏日本上陸。ウォーキングウィズダイナソーライブエクスペリエンス、8月1日から8月4日、会場は横浜アリーナ。詳しくはウォーキングウィズダイナソー公式サイトをチェック。どうもミキです。どうも。さあというわけで、はい、ミキの深夜電波、はい、レギュラーでやっております。はいはいはい。家族では聞かない方がいいということだけ、お勧めいたします。絶対にイヤホンをしながら聞くのがおすすめです。おすすめです。はい、毎週火曜26時から皆さんぜひ聞いてください。聞いてね。あなたのマイメディア、文化放送、一時です。